はい、木の店さん木です、こちらも杉ですね。杉の、根っこに近い部分ですね、株の張ったところがこの辺に見えますので、はい、サイズはですね、1300の長さになります。で幅が、こっちの上の狭い方がだいたい50センチちょっとかけたぐらいですね。そこからこう50センチ、ってなってどんどん広くなって、ここでだいたい62、3センチっていうところですね。そういう一枚板です。厚みがだいたい5センチほどあります。そういう感じの一枚板で、まあで目はね、この通りね、そんなにそんなにっていうか結構緩い、ね、目なんですけど、はい、まあ、樹齢はそうですね、それでもね結構芯からだいぶ離れてるので、やっぱり100年ぐらいの木じゃないかなと思いますね。はい、秋田で植林された、その昔植林された、木ですね、そこから取った一枚板になります。そして今から植物油ですね、じゃあ塗っていってもらいましょう。じゃあお願いします。植物油はですね、ドイツの、オスモカラーを使っています。エキストラクリアという、まあ、一番オーソドックスなね、透明の、クリアですね。まずそれを、大体1枚板には1回目の塗装はこれを塗っています。オスモカラーの塗装の中で、塗料の中でですね、一番まあ、粘土っていうかこうねっとりした感じじゃなくて、もう本当に水のような、普通のサラダ油みたいな感じの、塗料ですね、一番塗りやすい、本当に万能な感じで、まあ、こういう天板とかにももちろん使いますし、まあお家の中だと、柱とか、天井とかですね、あと壁とか、あまりこう手の触れないようなねところに1回だけ塗ることが多いですね。手垢がつかないというぐらいの塗装で仕上げてることが多いですね。まあ、その塗料を、うちではこの最初の1回目に塗っています。まあ、理由はね、少しでも木の中にね染みていくかなと、ワックス分が少ないのでね、それを最初に塗って、で2回目3回目を実際のね本当にこれよりもワックス分が多いフロアクリアですね、床用を塗っていくようにしています。フロアクリアエクスプレスっていうね、最近、まあ、ここ何年か前かなに出たオスモカラーのね床用の塗料ですけどね、すごくこういう天板にも2回目3回目、まあ、4回目ってこう塗っていけば塗っていくほどね、艶が増してですね、いい感じの塗料なので、うちではね最近よく使ってますね。はい、この板もですね、なかなかこの辺面白いんですよね。はい、ちょっとね、なんて言うでしょう、こう白玉が老けるっていう、要はね、まああまりいい言い方 しなければ、ちょっとこう腐る手前みたいな感じの脆くなる一歩手前みたいなところですね。そんな感じになってるんですけど、それがすごく景色になってますね。いい感じの出方をしている、まあこう赤身の部分にね乗ってますけど、白玉じゃなくてね、こうちょっとこう本当に腐りかけという感じですよね。はい、それがまたねいい感じにねこう存在感出てるので、全体としてこう景色になってるので、はい、で実際触ってみても、もう全然普通に身はしっかりしてるので、
問題はこういったあの棚板とかにね使うには全く問題ないので大丈夫です。はい、これもあれですね、パソコンデスクには向いてるんじゃないかなと思いますね。こっちがねちょうどこういう感じでまっすぐねなってますし、はい、ここの部分がね多分製材の時のまああのやむなくねこう切り落とされてしまった部分なんでしょうけど、例えばここだと壁と壁のね直角の部分だとこの辺なんかあのちょうどね隙間になるので、あのコンセントとかのねあの配線の落とし込み部分にはなんかいいんじゃないかなと思いますね。こういうのに利用したりとかしてもいいかなと思います。はい、そういうわけで、これもね秋田県の、植林の杉になります。植物油のオイルを、今塗装終わりました。いい感じに仕上がったと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。